定期試験対策。木の先にて。一問一答。この文章の作者。賀直志賀直哉は何派と呼ばれるか。白川派。次の変化が起こるまではとあるが、その前の変化とは何か。夜の間にひどい雨が降ったこと。蜂のどんな点に 自分は寂しかったと感じているか。他の蜂と全く関わりがなくなってしまっている点。蜂のどんな点に自分は静かだったと感じているか。冷たい瓦の上にある死骸が不変で不動な点。動作の表情とあるが、そこから主人公は何を持っているか。ネズミが助かろうと懸命であること。 自分は寂しい嫌な気持ちになったとあるが、それはなぜか。死に至る前の生き物の苦しみを目の当たりにしたから。自分は寂しい嫌な気持ちになった。あれが本当なのだと思ったとあるが、あれが本当とはどういうことか。死後の静寂に親しみを持っていたが、実際には死に至るまで苦しい騒動があるということ。 自分は自分の怪我の場合、それに近い自分になったとあるが、それに近い自分になったとはどういうことか。死から逃げ回るネズミのように生き残る努力をしたということ。興奮から自分は非常に快活になったとあるが、それはなぜか。自分の怪我が致命的なものではないと分かったから。それはネズミの場合とそう変わらないものだったに相違ないとあるが、 それは何を指すか傷がフェータルなものだと聞いたとしても、舌であろう助かるための努力。影響した場合とあるが、どういう場合か助かろうと努力せずに、静かに死を迎えることができた場合。自分がイモリだったらたまらないとあるが、それは。イモリのように流し水に集まるのは嫌だから。 自分は寂しい気持ちになって、ようやく足元の見える道を温泉宿の方に帰ってきたとあるが、なぜ寂しい気持ちになったのか。生き物の生き死には偶然決まってしまうものだと思ったから。それが一層、そういう気分に自分を誘っていったとあるが、そういう気分とはどんな気分か。生きていることと死んでしまっていることとは両極ではなく、 それほどに差はないような気分。自分は脊椎カリエスになるだけは助かったとはどういう意味が込められているか。脊椎カリエスは発症せずに済んだが、生物の生き死にが偶然決まってしまうものだから、いつ何が起こってもおかしくないと思っているということ。